エイトです。はい、今絶賛アフロ生活中です。今回撮る企画はですね、ダメだ、もうアフロに持ってかれすぎて全然、そうなんですよね。なんか、アフロって、勝手なイメージでなんか芸人っぽくないですか？で、僕ね、本当に昔ね、18歳から20歳までね、2年間ね、吉本芸人やってたんですよ。今日はね、その、芸人時代にまつわることができたらなと思って、カメラを回しているんですけどね、今日やる企画はですね、貧乏芸人時代にコンビニで食べてたご飯トップ5っていうのをご紹介したいと思います。バイトをしながらね、お笑いもやらなきゃいけない。で、お笑いのそのチケットとかもさ、売れなかったら自分でやっぱ買い取らなきゃいけないとか、なんかそういったこともいろいろあったから、本当にお金なかったんですよ。ね、まあ、一番安いのって、自炊することなんですけど、まあ、バイトでも忙しいし、お笑いでも忙しいから、もう自炊もなかなかできないんですよね。で、その時にやっぱよくお世話になってたのはコンビニなんですけど、そうだから芸人からしたらね、コンビニですらもうね、高いわけなんですよ。まあ、いかにその高いコンビニからね、いろいろとね、こう、知恵を絞って、安く買って腹を満たすかっていうところがね、重要になってくるわけですよ。なのでね、まあ、僕が芸人時代、よく買ってたコンビニ飯、トップ5をご紹介します。それではね、早速、第5位。はい。早速、飯じゃないじゃんって話なんですけど、これね、黒糖飴なんですけど、黒糖じゃなくていいです。普通の飴でもいいんですけど、まあ、第5位はね、飴なんですよ。これなんでかって言ったら、やっぱ腹すくじゃないですか。腹すく時にね、何か買いたいんだけど、コンビニ行ってもね、買えるもの限られてるから、飴って一袋だいたいさ、170円とか180円ぐらいじゃないですか。これを一つ買って、バッグに入れとくわけ。で、お腹空いた時は飴を舐めるっていうのを基本的に僕はしてましたね。まあ、飴には散々お世話になりましたね。ちょっとね、給料が出たりしたらね、スーパーとかで飴をね、大量に買って、で、それをね、こう、ミックスして、バッグに入れてさ、ちょっと飴舐めたりとかっていうのをね、して、まあ、空腹感っていうのをね、満たしておりました。なのでね、飴をまあ、第5位に紹介させていただきました。続きまして、第4位は、こちら、お魚ソーセージです。これね、コンビニでよく売ってるんですけど、お魚ソーセージってね、栄養価めっちゃ高いんですよ。で、しかも腹も満たされる。で、1本90何円とかなんだけど、3本セットとかだとね、240円とか250円ぐらいで買えるのかな。冷蔵庫に入れる必要もないし、常温で OK じゃないですか。なんで、いつもこれもね、バッグに忍ませたりとかしてました。で、しかもさ、このまま食べても美味しいし、野菜炒めのね、お肉代わりに入れても美味しいし、スープにしても美味しいからね、結構万能なんですよ。なんで僕、今でもね、たまにお魚ソーセージね、食べたりとかするぐらい。で、これさ、最近のやつってめちゃくちゃさ、めくれやすいけどさ、昔ね、すごい不便だった記憶がある。今もう、スルスルだよね。久々に食べようかな。いただきます。うん、おいしい。パンもさ、90何円とかじゃん。だけどね、なんか栄養がすごい偏ってる気がしちゃって、安いのを食べたいんだけども、栄養も取りたいみたいな感じだったから、お魚ソーセージはよく食べてました。しかも、賞味期限長いからさ、ずっと入れてても問題ないのよ。これだってさ、2021年の2月だよ。4ヶ月ぐらいあるからね。それが第3位をご紹介させていただきます。こちら。彩り大根ミックス。洗わずにそのまま食べれる。これね、ちょっとだけなんか健康志向だったりする自分がいたから、やっぱね、野菜取りたいわけですよ。その時に、これをね、よく買ってました。これで130円ぐらいとかかな。10年前とかその当時ね、もうちょっと安かったんじゃないかと思うんだけど、これをね、どうやって食べるかというと、ドレッシングってさ、こうちっちゃいやつ売ってるじゃないですか。結構30円とかするんだけども、あれももったいないから、基本的にドレッシングとかを買わずにね、僕が教える簡易ドレッシングの作り方ね。これね、まず開けます。で、この中にごま油を適量入れる。で、あと、塩。入れます。はい、完成。いただきます。味はただのごま油と塩。いや、本当にね、金欠だったの。給料日まであと2週間とかあるのに、全財産1000円しかないとかもさ、全然あったから、1000円みたいな。1000円でどうするとか。で、まあ、まかないが出るね。飲食店でバイトしてたりしてたからさ、1食分はまかないたりするんだけどさ、それ以外のところとかないからさ、どうしようみたいなね。いや、本当にきつかったな、あの時。しかも、クレジットカードとかも持ってないからさ、来月の自分に託すこともできないわけ。今月の自分が頑張るしかないのよ。なおさらさ、本当に。もうどうしよう、この1000円でとかさ。これまた後で食べます。では、いよいよね、第2位ですね、第2位。これね、芸人とかじゃなくてもね、学生さんとかでもね、それ自分もよくやってたよって人いるんじゃないかな。第2位、こちらです。で、パッ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 パン。チョコスティックパン。これはみんな食べてたでしょ。だってコスパ最強だからね。6本入っててさ、108円よ。その当時なんてさ、消費税ちょっと違うからさ、105円とか98円とかそんな感じでしょ。これはね、最強でしたね。
よう食べてたもん、ほんとに。今でも根強い人気があるからさ、デザインは変わってるけどやっぱあるよね。たまーに今でもね、買っちゃうもんね。ほら、懐かしいね。いただきます。うんうん。これさ、歯にくっつかん？歯茎らへんにめっちゃくっつくんだけど、いつも。これをさ、2日とか3日かけて食べるんだ。あ、ていうか、ま、すごくない？今のやつってこれ、黒止めシールついてんの？前ついてなかったよね。その代わりさ、こういう感じだったから、なんだっけ？こういう感じで止める感じだったよね。はい、それではね、いよいよ、栄えある第1位をご紹介させていただきたいと思います。第1位はね、こちらです。1つじゃなくて2つなの。はい。鮭おにぎりと大根だけです。これの組み合わせは、まあよくやってたわ。これどうやってね、食べるかというと、中にね、大根とね、スープが入ってるんですよ。で、店員さんにね、これはね、スープちょっと多めでって言えばね、多めにしてくれるんでね。今大根さ、88円とかだったけどさ、その時まだ70円とかの時代だったから、コスパ最強だったんですよね。で、あと、鮭おにぎり。この2つの組み合わせね、めちゃくちゃ腹も満たせる、めちゃくちゃ安い、めちゃくちゃうまい、3拍子揃ってるのがこれなの。これね、食べ方ちょっとね、特殊なの。ちょっと違うんですよ。まず最初は、スープちょっとね、飲んだりして、大根をね、崩しながら食べるの。ちょっとごめんなさいね、見栄え的に。ちょっと申し訳ないです。こう、大根をちょっと崩して、半分ぐらい普通に食べて、半分はね、残しとくの、この中に。で、半分ぐらい食べたら、ここでね、鮭おにぎりをね、まあもう、なんとなくわかると思うんですけど、この中に入れて、雑炊にするわけ。ね、おにぎりの海苔はね、ちょっと一回別で置いて、この剥いたおにぎり、まあ、ちょっと残ってるけど、これをね、この中に全部入れちゃう。こんな感じでね、入れた状態。ただ入れただけ。で、海苔を上からこうやってね、適当にちぎる。これね、本当に美味しいのよ。美味しいし、腹持ちいいのよ。本当に。で、料金もさ、その時、多分、70円とかで、鮭おにぎりももうちょっと安かったから、200円でね、このセットね、作れたわけよ。これを混ぜてる。鮭おにぎりがね、一番ね、僕的に美味しかったからね、いつも鮭でやってるんですけど、明太子とかでも美味しいは美味しいだろうけど、やっぱね、鮭が一番。わかるかな？めちゃくちゃボリューム満点なのよ。いただきます。うん。美味しい。いや、何がさ、おでんって、いいってさ、スープただなのいいよね。おでん買ったらスープまでついてくるからさ、素晴らしいよ。そう、今5つ紹介させてもらったんだけど、やっぱね、この1位はね、僕はもう群を抜いてると思ってるから、まあでもこういう食べ方してる人いそうだけどね。そう、でもね、これは組み合わせを見つけた時に、あ、めっちゃコスパ最強、そしてめちゃくちゃうまいってなった。はい、ということで、まあ久々になんか全部買って勝手に懐かしくなっちゃいました。この髪型はね、全然やったことないから懐かしくもないんですけどね。皆さんもよかったらね、ちょっとね、自炊はしたくないけどコンビニで節約したいなとかっていう時にはね、ぜひとも参考にしてみてください。でちゃ、ぜひともチャンネル登録もお願いします。バイバイ。はい、じゃあ、ありがとうございました。